ブシャッ。俺の名前はゴリンゴリン星から来たゴリンクだ。はい、ということでどうもトシクさんです。ゴリンクです。今日やっていきたいことなんですけれども、モルドラジークの肝、病に倒れてしまったというメルエナの旦那、その病を治すためにはモルドラジークの肝が必要だという。モルドラジークは振動に敏感で近づくもの全てに襲いかかるという凶悪な魔物。必死で助けを求める彼女だが手を貸す者はいないようだ。いますよ、そこ、ここに手を貸す者が。私です、ゴリンコです。あ、ゴリンクですということで、まあモルドラジークと戦っていくわけなんですけども、まあ普通に戦ったら面白くないなと思ったので、この岩をね駆使して戦おうと思いますね。ちなみに僕モルドラジークは一度も倒したことがなくて、普通の戦いというか剣でも倒したことがないので、まあちょっとコツというかどんな風にアプローチしていくかもちょっとわかんないんですけど、とりあえずね、そのメルエナさんに会ってみましょうね。話を聞かねばね。あの、ちなみにですね、ゴリンクはゴロン族とハイリア人のハーフなんですよ。なんでね、ハーフの特権を使って入れないよね、やっぱり。ほら、ひょ、おい、ほう、そうだぞ、俺はゴリンク様だ。お前たち、お前らが小さい時ゴリンク様が遊んでやったのを忘れたのか。失礼しまーす。ダメなの？俺の金玉返して。ちょっとゴリンクの魂がなくなってしまった。まだ取りに行かねば。え、めんどくさ。戻ってきたぞ。さっきはよくも俺の魂を吸い取ってくれたな。よし、仕方ない、尺ではあるがゴリンコになるか。どけー、お前ら。メルエナちゃんってどれですか？これフレグラじゃん、これ。何これ。あ、フレグランスみたいな、よくわかんないけど。あ、これかな、メルエナ。誰かって言ってる。どけー、お前、待てーよ。おれー、メルエナ来た。メルエナだ。サブッタ、身長高いな、おい。旦那はこんな私を可愛いって言ってくれた唯一のボーイなんだ。なるほど。だから私はモルドラジークの肝を取ってきてくれる人を何でが何でも探さないといけないんだ。自分で行けって言いたいところですが、モルドラジークって、モルドラジークは化け物さ。魔物ですら奴らには近づけない。ここから西のルマリン砂丘、かわいいな、なんかルマリン砂丘。いや、南の方によく出没するようだ。奴らは振動に敏感でな、近づくものなら何であれ襲いかかる習性がある。近づくのもダメ、動くのもダメ。誰かを囮にさせるわけにもいかない。私はどうしたら。メルエナちゃん、だいぶやつれちゃってますね。これ心配しすぎですよ。メルエナ、あの人の病気を治すためにはモルドラジークの肝が必要なんだ。お前の旦那はな、昔俺友達だったんだ。その時俺はハイリア人とゴロン族のハーフってだけでいじめられてた。だけどお前の旦那だけはな、俺と仲良くしてくれたんだよ。そうだ、お前のせっかく見つけた運命のボーイだ。俺が何とかしよう。あいつは俺の唯一の友達だった。あいつのためだったら俺は命を落としても構わない。待ってるよ。どうしようかな。待ってるよ源氏。どこにいんだろう。しかし
なんか俺一回だけ会ったことあるんだけどな。あっちかな。砂漠広いんだよね意外と。あ、びっくりした。え、でかいでかいでかい。嘘、こんなでかかったっけ。え、怖い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 。やばい、源氏のためだ。源氏待ってろよ。俺はビビるわけにはいかない。くそ、この金玉。俺の魂に乗る。これで俺がどこにいるかわかるまい。モルドラジーク、貴様振動で動いていると聞いた。つまり目が悪いということだ。つまりこの岩に乗ってる限りお前は来た。ほら見失ったあいつ。そうか、俺がここに乗っている限りあいつは俺がどこにいるかわからないんだな。何このバイオハザードにありそうな感じの展開。そうか、あいつは目が悪い。むしゃむしゃ。はっ、振動したらダメなんじゃない。どこ行ったあいつ。いなくなりやがった。あれ違うしね、あれ砂ざらしだしね。うわ、ここになんかいっぱいいるじゃんあれ。あ、あ、いやいや、ダメだダメだ、やるしかねえ。くらえ、叩き潰してやる。うーん、待ってー。いや守って、ちょっと待って。まずいまずいまずい。どうしたらいいどうしたらいい。乗っけて、魂乗っけて、乗っけてって。どこ行った魂。え、魂飛ばされた。え、魂なくなった。嘘。待って、魂なくなった。え、これ普通に戦っても勝てねえんじゃねえかな。あ、あ、魂とかの、いって。俺負けるわけにはいかねえんだ。源氏のために。源氏が待ってんだよ、俺の唯一の友達のな。くしゅ、まずお前らから排除する。よし、いった。あ、にゃら。あ、まずいです。あいつ俺の金玉と間違いやがった。くそ、危ないです。倒し方がまずわからん。こっち。あ、それっぽい。え、でっかい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 。何これ。うわ、なるほどね、こうアプローチしていくのか。あ、あいつ結構怠け者じゃね。あれ、なんであいつ一度ダメージを与えてしまえば一度陸に上がってくるとへばるのか。ひょっとしてなんか BGM 変わったもんね。なるほどね、ジエンドだぜ。うわ、すげえ。なんて悪い夢だ。黒ボコブリンに最後殺されるなんて。ゴリンクは夢を見ていたようだ。たく、やれやれ、助走も疲れたな。源氏のためとはいえ、別にあのゲルド族の村にはもう入らなくていいんだ。今日は源氏のためにモルドラジークの倒しに行かなければならない。しかし夢でモルドラジークの倒し方を見ていた気がする。不思議な感覚だ。
なぜかわからないが、夢でモルドラジックの倒し方を。よしよしよし、来たな。よし、行け。おらモルドラジックダメなのかな、私の魂が効かないんですか。なに、おれ、よし、行け、ぶん殴ってやる。あれあれ、仕方ないので上から落とします。ヒュー、はい、効かな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 い、行けお望み通り、予想通り。ちょっとこれがやりたい。この上にさ乗ってたらさ食らわないんじゃない、うるさくしてても。違うかな、これ食われてもさ下に岩があるから防げんじゃない、ひょっとして。おいでおいで、よし来い。すごいね、岩はどこ行った、俺の魂は。やっぱ魂に、魂どっか行ったわ。結構鳴き声可愛いのね。エマリア、エメリアだけか誰だか忘れたけど、ゲンジ、メアリー、なんだっけあいつ、エマリアだっけ。エマリア、まずどこに行くんだ。エメルエナ、サボった、サボった。ゲンジは大丈夫か、あんたかい、うん、旦那はこんな、わかった、ゲンジは俺の友達だ、はあ、やるよ、これでゲンジを直そう。モルドラジークの希望、本当にもらっていいのか。いいぞ、友達だもんな、お前の旦那と俺は。こんな形でしかこれできないけど、これ受け取ってくれないか。わお、これであの人もぐす。で、コメントでいただいたんですけど、これメルエナさんにね、メルエナさんにモルトラジークの肝を渡した後、ちょっとついていってみてくださいって言われたんですけど、ね、これご覧の通り旦那の元に帰っていったってあるじゃないですか。でもゲルド族の村って女しか入れないはずなんですよ。どこに帰るんだってことですよね。ついてこう。最近どうよ、旦那。元気？あ、わりわり病気って言ってたな、そういや。ね、どこ悪いの？水蔵？水蔵とか、それ、おっと、宿屋に入ってきましたね。メルエナさん、旦那のところに帰るんじゃないのかい？あれ？今日は疲れた。ん？なんだこれ？今日は疲れた、寝よってか？話してみる？なんだなんだなんだ？ゲンジのところに行かせてくれ！ゲンジに会わせてくれ、メルエナ！ゲンジ、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 なんかここから動かない気がすんな。とりまあ、寝て起きてメルエナがいたらおかしいってことでしょ。朝まで寝よう。あ、メルエナ消えてるわ。ああ、まあ、5時の時点でいないってことは、5時になってもいる、出かけんのかな。5時の前には出かけるってことか。え、まあいいや、見てよ。なんか俺がいなくなった瞬間、ワープするんじゃないのこれ。あ、もういないもん。あ、もう、なんか変だ。もう変だ。あ、もう、ロードするとメルエナ反映されないから、ちょっと待って。え、多分ね、メルエナはね、多分消えるんだと思うんだよね。俺が寝たりしたら、どうにかしたら。まあ、見てましょう。今、PM9 時40分で、さっきセーブデータセーブして、寝たら、
寝て朝の5時だったんですけど、朝の5時の時点ではいなかったので、まあ朝の5時までいたら多分ロードとかそういうのが入ったらメルエナは消えるんだと思うんだよね。で、これ5時過ぎたんですけどメルエナいますね。ちょっとじゃあ走ってきましょう。一周しよう。いなくなったんじゃない。あ、いるわメルエナ。どうしたんだよお前、旦那死ぬぞそろそろ。行けよお前。あ、じゃあこれですね、このワープしてみましょう。こうワープして、そうですね、消えますね。ということで結果なんですけども、メルエナさんの旦那ゲンジ君はあのパラレルワールドに住んでるんで、こことは別の世界にいるということですね。それなんで今ここメルエナさんも多分ここからヒュイーって言って消えたんだと思います。追跡できません。いないでしょ、だって多分ね消えるんだと思う、ロードした時に。